皆さんこんにちは、石原さとみです。ひそやかな決勝、ついに本番です。4年ぶりなので緊張と不安と、なんでしょうね、なんかこうワクワクもするんですけど、今はやっぱりこうセリフ飛んだらどうしようとか、噛んだらどうしようとか、急に声出なくなったらどうしようとか、いろんなことがこう、体調悪くなったらどうしようとか、なんかすごいいろんな先の見えない不安に駆られてですけど、本当に4年ぶりにすごく楽しみにしていた舞台で、しかも趙美心さんの演出で、そして芸達者なこのキャストの皆さんと一緒に稽古をできたっていうことは本当にかけがえのない時間でした。すっごく学びのある時間でした。その成果というか、それを形にしたものをちゃんとお客さんに届けて、お客さんと一緒に一緒にこの舞台を作ってもらえたらなと思います。楽しめるように頑張ります。なので皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして何度か足を運んでいただけたら、進化し続けていると思うので、ぜひお願いいたします。見に来てください。お待ちしております。あ、これはリーボン、そう、リーボンよ、リーボン、思い出した。この家族写真はお返しする。鳥とは全く関係のないもんや。お心遣いありがとうございます。母もその犠牲になったのね、きっと。お嬢様、その話は、アールシは私たちを告発したりなんかしないわ、おじいさん。ですが、だって1週間前、母はにっこり笑って私の頬を両手で包んで、すぐ帰ってくるからねって。ストーブをつけますね。大昔のストーブだから温まるまで時間がかかるかもしれません。どうぞ中をご自由に開いてご覧になってください。誰も何も言えないのね。私たち口はついてるのに、いつの間にか口を消滅してしまったのね。あなたの心を両手に乗せて眺めることができたらどんなだろうって時々想像します。でももう無理なのよ、心の衰弱が進んでしまった。小説を失うのは辛い、とっても辛い。本を彼の部屋に運んでちょうだい。これを全部ですか？全部よ。それと私の原稿も。わかりました。